また現在、秋福祉保健所管内では、高齢者や障害者の入居施設に対する集中 PCR 検査が行われています。先週金曜までに県に提出された274件について、陽性は確認されませんでした。残りのおよそ300件が今週中に提出される予定です。一方、高知市で予定されている入居施設の集中 PCR 検査については、 明日およそ600人を対象に説明会を開き今週から来週にかけて検査が実施されます。